金プリ脱退ヒラの陽さんを応援、名古屋の名所がシンクにライトアップ、有志が企画。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。22日、KNG&PENSO 脱退し、 ジャニーズ事務所を退所した平野紫洋さんの再出発を応援するためファンの勇志が地元名古屋の名所をシンクに染めました。23日、名古屋栄の中部電力ミレーター、水部広場、オアシス21の3カ所がシンクに、名古屋市出身の平野紫洋さん26、22日、 png&bons を脱退しましたが、このシンクは平野さんのメンバーカラーでした。ファンの有志約200人が平野さんの再出発を応援するためにシンクのライトアップを施しました。集まったファンはちょっと感動ですね。昨日の夜は泣きながら過ごした平野くんの金プリでのメンバーカラーです。赤じゃないんですシンクなんです。 q n g o p スのファンをティアラと呼びますが23日は男女問わず幅広い年齢のティアラが集まりそれぞれの時間を過ごしました。ファンの思いはこれから頑張ってほしい。 本当にそれだけです。まずはゆっくり休んでもらって、自分を大事にして、元気になった姿を見せてほしい。またねってブログで言ってくれていたので、また戻ってくれるのを信じて待っている。全員コメント。平野くんってファンやメンバーに対してはもちろんですが、本当に地元愛が強い人ですよね。今は地元に帰ったり、のんびりできていると良いなから。 今後の活動はわからないけれど、きっとまた表舞台に出てきてくれる気がします。イチローさんや浅田真央さんなども愛知出身ですが、愛知県出身の有名人といえばと聞かれて平野市洋くんと答える人がどんどん増えると良いな。潮さんのふるさと名古屋の名所のシンクのライトアップを企画してくれた有志の方に感謝を伝えたいです。 とてもありがたくて涙が出そうです。用さんは、キングプリンスを太陽のように輝かせて、ファンに元気と勇気をくれた。退場するジンジュージ君も、自分のことよりみんなのことを優先してくれる友愛の人。嬉しいです。最近、キンプリ、平野耀さんのファンになりましたが、潮さんの人間性、優しさに惚れました。たくさんの仲間に愛され、嫌味のないタレント。 使用さん、じゃにやめて正解。周りを気にせず、これからは得意なダンス、言語を発揮して、また平野仕様を世界で見せてください。一人じゃないよ。ゆっくり身体休めてね。平野くんも地元愛がある子ですが、身近にいる子たちも平野くんの人柄同様に愛に溢れた方々が多い様に思います。ニュースにもなってびっくりしてました。本人にもきっと届いたでしょうね。 子供たちが同世代なので、平野くんの同級生が、俺は同じ中学校だったという子たちに大学で出会ったようですが、本当の友達はそうやって自慢の様には言わずに黙って応援しているものと、子供ながら思えたと言っていました。 我が家と職場の真ん中くらいにご実家があるので、脱退発表後からご実家の近所では、ちらほら本人がいないかなのかご家族に話を聞けないかなのか人を見かけました。そういった方々に追われない日々を送れるといいなと思います。